こんにちは、道民夫婦です。今日は初めてコイン精米機で精米してみたいと思います。今回は親戚からいただいたお米10キロを精米しに近くにある伊勢キーのコイン精米所に来ました。お米は精米したてが一番美味しいということ。通常のお米は玄米またはもみで保管されていて精米して売られていますが、自分で精米すると灰がぬかの栄養分を残したぶつき精米や無洗米などを好みにして美味しく食べられるんですね。まず入るとどうなっているか。営業時間はここは9時半から20時と乗りますと、で何かあった時のお問い合わせだと最大120キロ。1回の精米について最大120キロ、2票、普通精米1300円、無洗米精米1400円までとさせていただきますと。精米した後の米ぬかを持ち帰れて、米ぬかを取り出しの際精米機小屋を出まして後ろの別小屋になります。コイン精米機ご利用にあたりご不明な点などございましたら GCM 店舗サービスカウンターまでお問い合わせください。お願い。1、使用手順に沿ってご利用ください。2、水分が高い米 16% 以上、くず米、つづれ米などは利用できません。3、極端に石が多い米は石が取れないことがあります。4、低温貯蔵した米は常温に戻してから利用してください。5、室内での飲食や喫煙はご遠慮ください。6、お子様、小学生以下は危険ですので室内に入らないでください。7、お帰りの際は扉を閉めてお帰りください。8、故障した場合またはお気づきの点がありましたらお手数ですが下記までご連絡願います。そしてまず最初、はい、1、2、料金投入になっていて、そして料金表はこちらはコイン精米機利用料金と所要時間、無洗米コースと精米コースに分かれて表示になっています。その下には精米コースでは上白、標準、8分、5分などを選び精米できます。玄米を精米すると玄米量から約 10% の米ぬかが出ます。例えば5キロの玄米を精米すると白米の量は約 4.5 キロとなります。なお精米後の米ぬかについては自由にお持ち帰りすることができます。米ぬかは家庭菜園や花壇の肥料および堆肥作りに活用できます。今10キロ無洗米じゃなく普通のお米にして、おお、びっくりびっくり。お金を入れるとお米投入口の扉が開きますということ。200円、約4分、ということで、あとこれ白さボタンっていうのが無洗米標準8分5分標準でいこう。ん、白米それともイメージってこういう風になってる。さあここで悩みました。精米加減を調節して胚芽やぬかを含ませて栄養素を残す精米、ぶつき精米、最近健康にいいことで注目されていますよね。残せば残すほど栄養価は高くなるものの、色とか食べやすさは好みとなりますよね。ちなみにこれが精米による栄養成分の変化で、玄米が一番高い栄養価とすると、一部好きはぬか層と胚芽をほんの少しだけ取り除いたお米、五部好きは白米のように食べやすく栄養もたっぷりとなって、標準白米と食べやすくなっていくといったところ。標準でいきますか。で、10キロで200円をまずお金を投入します。ミーティング中です。びっくりびっくりびっくり。しばらくお待ちください。はい、あ、開いた。扉が開きましたらお米を入れてください。ザザーって入れればいい。このままいいんだよね。うん。ザザッと。袋には追加ボタンを押してください。精米中も白さを変更できます。そして白さボタンを押してください。標準にします。はい。表示は
こんな感じになっています。そして今入ったお米がどうなっていくかというと、あ、だんだん減ってってる。で、表示はこんな表示になっている。お米は一度に入れてください。玄米投入口のお米は持ち帰ることができます。持ち帰り時はお米返却ボタンを押し続けてください。もみ、小米、石の多いお米は故障の原因となります。お米返却ボタンを押して持ち帰りくださいと。だんだん減っていっている。減っていってる、減っていってる。精米中です。あ、しばらくお待ちください。こっち側に確認窓っていうのがあるの。これは、あ、え、もうここ4番。おお、びっくりした。あ、なくなったなくなった。そしてここの上には何が書いているかというと、こうなっている。そして、あ、なんか出てきた。あ、出てきた出てきた。これ3番ほら、パラ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 って、これ、うわ、出てきてる出てきてる。そしてここに袋をつけるの。お米が入ってた袋を引っ掛ける。ここに引っ掛けられるようになった。手で持つしかないのかな。勝手がわからない先生。今、あ、溜まってきた溜まってきた、どん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 。で、右側にはこういう表示がある。ご注意、このコイン精米機はもみすり機ではありません。もみのままで入れると機械が故障します。精米したてが一番おいしい。お米をおいしく食べるコツはこまめに精米することです。お米は一度精米すると鮮度が落ちるのが早くなってしまいます。遺跡のコイン精米機は5キロから精米できるので、少しずつ精米して食べることができます。お好みの白さに精米できます。無精米お好みぶつきについて説明が書いてあります。もち米も精米できます。ご注意、もち米を精米する場合は蒸白ボタンを押し精米してください。で、1番こっちが2番、そして3番で、今が4番で、袋を用意、順番。あー、止まってきた。止まった。なんか喋ってくれるのかな。まだなんか、まあ、まだ落ちてきてる。まだ最後の回、うん、きっとなんか喋ってくれると思うけど。まもなく終了します。喋ってくれるのはいいね。あ、止まった。ドン。ありがとうございました。終わりだ。またのご利用をお願いいたします。あ、ちょっと待ってね。それって袋を用意して、これ足で踏むの。足で踏めって書いてある。お金を入れてください。せーの、おー、重たいんですけど。全部落ちたかな。どれ。あ、こういう仕組みね。少々残ってる。うん、はい、OK です。で、これどうしてもね、飛ぶみたいだからお掃除します。まず袋を閉める。投入口
口の扉が閉まります。何ですか何ですか、ご注意ください。ごごごごご投入口。玄米投入口に書いてあったのは、お金を入れると開きます、精米が終了すると自動で閉まります、営業時間外故障時はご利用できません。お客様へ、玄米投入口に玄米を入れる前に袋の中を確認してください。異物、乾燥剤や金属片が混入されていると故障や破損の原因となります。白米の再精米はできません、割れた白米が機械に詰まり故障の原因となりますと。その上には使用手順が書いてあります。ほうきで、ほうきとあのあれがありますので、飛び出た分お掃除。お金を入れるとお米投入口の扉が開きます。精米したて買って食べます。お米の保管は冷蔵庫、品質長持ち、防虫効果もあると。その際乾燥を防ぐために必ず密閉容器に入れてくださいと伊関さんのホームページにありました。チャンネル登録励みになります。ご視聴ありがとうございました。